オートフォーカス、オートフォーカス、オートフォーカス、AF、または自動焦点とはカメラの焦点をセンサー、制御系、モーターなどを利用して自動的に合わせるシステムのこと。近年販売されているコンパクトカメラや一眼レフカメラのほとんどに装備されている。また、携帯電話やスマートフォンのカメラにも搭載されている場合が多い。 アクティブ方式とパッシブ方式に対別される。AF と略されることがある。オートフォーカスの方式は大きくアクティブ方式とパッシブ方式の二つに区分される。アクティブ方式、パッシブ方式を併用した製品もある。一般にミラーで航路を曲げるタイプのカメラの場合、フィルム面、または固体撮像素子とは反対側の航路上に フォーカス用のラインセンサーを配置する。実際に撮影する瞬間には、フォーカスセンサーに光が当たらないため、撮影直前の情報で、フォーカスサーボを駆動することになる。この駆動方式が、用途によりいくつか選択される。世界で初めて、オートフォーカスを搭載した市販カメラは1977年11月に発売された愛称。 ジャスピンコニカことコニカ C35AF である。二つの窓から入った被写体像を二つのミラー、片方は固定、片方は可動で捉え、その二つの像が合致する箇所を判断、そのピント位置にレンズを駆動する。すなわち二重像合致式の距離計を自動化した原理である。これがベストセラーとなりヤシカ AF が1978年10月。 フラッシュ・フジカ AF が1978年11月、ミノルタ・ハイマチック AF が1979年10月、キャノン、オートボーイ AF35M が1979年11月、ローライフラッシュ 35AF が1980年4月、マミヤ 135AF が1981年5月、オリンパス CAF が1981年3月、 ペンタックス CP35AF が1982年11月、ニコン、ピカイチ L35AF が1983年3月と、各社追随した。ほぼ同時期ながら1978年ポラロイド、SX-70 は、唯一超音波を被写体に投射して、距離を測定するシステムにて、オートフォーカスを実現した。日本工学工業、ニコンは、 ニコン F2 時代オートフォーカスニッコール80メートル MF4.5 を試作したが市販されなかった。世界初の市販オートフォーカス一眼レフカメラは、リコーのスクープアイコとリコー XR6 と AF リケノン50メートル MF2 のセットである。AF リケノン50メートル MF2 は、交換レンズ側に即居と、自動焦点機能を持ち軽マウントのボデりならどれに、 装着してもオートフォーカスが可能でったが、リコー XR6 とセット販売された。しかしこれはマイナーメーカーであったせいか、あまり話題にならなかった。1981年11月発売された、ペンタックス MEF と SMC ペンタックス AF ズーム35から70メートル MF2.8 のセットは、カメラボディに TTL フォーカスセンサーがあり、 ここで検知したピントをマウントを通じてレンズに伝えレンズ内のモーターがレンズを駆動する形式である。一般にはこれが世界初の市販オートフォーカス一眼レフとして知られている。オリンパス OM30 と随行35の70メートル MF4AF のセットもほぼ同じ形式でオートフォーカスを実現した。レンズメーカーであったはどのカメラでもオートフォーカス化できるように AF a リケノン 50mMF2 のようにレンズのみで完結する75から 200F4.5AF。1987年にはコンパクトな標準ズーム28から 70mMF3.5 から 4.8AF を発売した。マウントはニコン、キャノン、ミノルタ等7種。プロスペック機としてはニコン F3AF と AF ニッコール8 0ル m, m f 2 8 s エイフトニッコール200立方ミリメートル、5 s t c 1 6 s のセットが挙げられる。しかしこれらはいずれも爆発的な人気を得ることはできなかった。オートフォーカス一眼リフカメラが完成した製品として消費者に迎えられたのは1985年2月発売のミノルトアルファー -7000 が最初である。代わりとしてはヤシカを 吸収合併した強セラが、コンタックスブランドで販売していた一眼レフボディで、フィルム造面を移動させることで、オートフォーカス動作を行うコンタックスアックスがある。描写には、定評がある、従来のカール再生レンズをそのまま使えて、オートフォーカス動作が可能、機種専用のレンズを用意する必要がないという利点がある一方、ボディ内部は二重構造となり厚ぼったく。 携帯性やデザインに難が発生したため、ヒットとはならなかった。1987年、アメリカのハネウェルはミノルタ、ゲンコニカミノルタホールディングスが製造、販売していたオートフォーカス式一眼デフアルファシリーズの自動焦点機構が自社の特許を侵害していると、アリカ連邦地裁に提訴、1992年特許侵害を認める、氷決が出て、 最終的にミノルタは約165億円を支払う内容の和解に応じたアメリカ流の訴訟社会の厳しさ、私的財産権の重要性を日本国内に知らしめた事件である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。